はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4、今回でパート20か。まだパート20か。これ下手したらパート80とか90ぐらいまでいっちゃうんじゃないだろうか。結構やり込み要素もあるし、まあゆっくり続けていこう。今回は以前と続き、ホロテープ、エディという、ニックの過去の、人間だった頃のニック・バレンタイン。の、記憶にあった人物でその人を見つけ出して倒すと、現在地はケンダル病院で、ここ行こう。最初にここにホロテープまだ10分の4あと6つあるから探さないといけない。方角的にはこっちか、あっちを目指していこう。誰かいるな。ガンナーってことは敵かな。ここはカレッジスクエアの先の方の街なんだけども、敵はいるか。おい、あー、こっちにもいる。あれ、奥の人物が気づいてない。地雷か。あっちやっちゃうか、気づいてないなら。当たるかな。当たれ当たれ当たれ。一人やって、どこにいる。そっちの壁の先か。ああー、地雷忘れた。とっとっとっと、建物ないか。一人いた。とマシンが誰止まる。あ、たくさんいるな、そこに。一人、頭頭頭。おっ、おお、吹っ飛んだ。おお、ちょっと吹っ飛びすぎでしょ。あんたはやらなくていい。上登って、ただのウォームアップさ。ああ、これ検知する光だったのか、サーチライトか。近いよ。もう一発腹ドン。スイッチブレード、そっちか。マッツが便利。オッケー。武器作業台、もう遠くへは行っていないはずだ。まだいるよな。こっちの建物かな、上か。一人いた。暗い。オッケー。もう一人、 SMG か。バイオネットメガ。オッケー。バイオネットじゃなくてモーションが起きた。さあ、ここは制圧したけど、一見、あ、まだいる。あ、ガンダーか。賞金がかかってるって言った今。ガンナーはレーダーより硬いな。さあ、もういない。なんか料理できるかな、まあ、料理できるもの。ドッグチョップとステーキにローストに虫も焼いて、これも焼いて、これで OK。 決してここを居住地化できるとかそういうわけじゃないか。さてと、はい、オッケー。戦車、戦車なのかこれ。乗れるわけじゃない。マカロニ&チーズ、お染色か。マップ、このまま真っすぐ行こう。ん、まだいる。本当にみんなそう言ってる。誰も助からなかった。これ近い。いや、お
左を一気にバッツでぶっ飛ばす。OK。と、ここは2人だけか。クッキングステーション。かなりレーダーとかがいるな。またドンパチやってるし。ああ、なんだなんだなんだ。何やってんの一体。食料確保？ラットスタック伝説倒そう。あ、硬いな。倒して、レーダーもいる。何持ってる？あ、バツ強化の右腕。装備にもそういう類があるんだ。で、レーダーもいるから、あ、伝説、こっちも伝説だ。あ、痛い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 。回復しよう。水、武器を変えよう。どう、ベルチバードも来てるな。倒して、あれ、ベルチバードに気を取られてる。おお、撃ってる撃ってる撃ってる。いいぞいいぞ。あ、ナイトも降りてきた。いいね、ビフォーエス。空にいれば、あ、これか。金属パイプ。特殊効果がついてるのは、こういう伝説的なモンスターだとか敵からじゃないとドロップしないのかな。さて、向こうか。ちょっとなかなか目的地に向かえない。今度はグルか。よいしょ。あー、足が折れた。ほら、おっと、こっちも伝説か。だけど一撃、痛い。 OK。 何を持ってる？爆発の 10mm ピストル。弾が爆発する。結構レアなものゲットしてんじゃないの今回。まだどっかでドンパチやってるってことは敵いるのかな。あと 40m。 いるね。やっちゃうか。はい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 。とりあえず一人だけ狙っていこうか。もう一発。おお。さあ、もう一人。揺れてる揺れてる。おお、なんだ？ん？なんだ？もう一人いた。もう一発、もう一発。 OK。 レーダー多いな。脱走、地方事務所。ここか。お邪魔。なんだ、なんだ、誰の話し声だ。誰かいるけど。レーダーですやん。こっち開く？敵なのか。やっちゃおう。ドン。かわいそうだけど、レーダーならやるしかない。あ、たくさんいるな。頭こい。ん？あれ？OK。 暗いな。え？ミニガンの今です。ミニガンのタレット。
これバッツで壊さないと一気にダメージ食らっちゃうな。はい、オッケー、レベルアップ。クラフトとか結構やってるからね、クラフトでもバンバンレベルが上がってっちゃう。これはシミになるな。牢屋か、解除。やった。相手こっちにも解除。なんかいろいろアイテムあるな。こいつのせいでバーハウト。週末になるかもしれない。どう敵の足音がするけど。アタックドッグが来た。オッケー。ニックがピクリともしない。拾ってこれ開けちゃおう。エキスパートか、そんなことはない。開けて、ほうほうほう、なんだこれは。ぬかランチャーか、ぬかランチャーはそんなたくさんはいらない。あとはウイスキー、弾がたくさんある。換金アイテムと、来た、スパルタ、スパルタ、え、硬いよ。何ですと、攻撃されてる。ちょっと待って、今それどころじゃないんだけど、だけどモッドがちゃんと動いてることが確認できた。あ、ぬかなちゃん持ってますやん。これ使おう。これスーパーミュータントからゲットしたやつかな。オラオラオラ。あんたとうまくやって入れているなと思った矢先だ。どうしよう。攻撃されてるってか。しゃあない。一回攻撃。戻ろう。最後のミスだな。さあ助けに来たよ。こいつか。一応こっちが。ホロテープを集めてるという時に、うん、敵？敵だね。出て出て。あ、待って今の。まさか。あ、大丈夫な人、生き返る人か。ここの人撃っちゃった。なんかまだ銃声するけど。何事？なんだあれ？レーダー？どっか。本来、あ、その前に話しかけよう。ルーカス。ルーカス。ここのアーマーは多くのウェイストランド人を救ったんだ。あって、まだいる。オッケー。さあとりあえずオッケー。やあ、奴らを撃退するのを手伝ってくれてありがとう。役に立てて嬉しい。助けることができて何よりだ。あんたの登場のタイミングは見事だった。見事だった。来てくれなきゃ俺たちもどうなっていたか分かったもんじゃないな。とにかく助けてくれて感謝してるよ。なんだって襲撃されてるって画面にでっかく表示されたしな。本来あの左上にほんのちょっとどこどこが襲撃されてますって表示されちゃうだけで、それに気づかなくて、ここをすでに一人しかいない場所になっちゃってるんだな。この辺は後々クラフトでなんとかした方がいい。さあじゃあ戻ろう。はい、地方事務所に戻ってきました。だんだんホロテープを一つ手に入れるにも面倒なことになってきてるな。レイダーまだいるよな。座ってる。暗い。
バッツはやっぱりバッツ強化ライフルの方がいいな。バイオネットだ。ほら。オッケー。うわ、溶けてる。核物質。もういないね、きっと。誰かいるのか。いるのか。うわ。ほら。ズドン。こっちにもいる。ハゲてる。ハゲてる。アクサイルだ。至近距離。いるなら全員倒しとこう。ボッコボコに壊れてるから逃げ出したやつらが。おっと、武器の変更。あそこだ。おっと、ほら、喋らせない。さあ、こんなところにロボットいるけど出てない。今出しても遅いな。こんなもんね。駐車して、戻ってきた。さあ、じゃあホロテープ。AD はこれだ。で、あっちか。どの道行かないといけなかったな。これゼロ再生。アレクサンダー・シュトレルニコフ宛て。尊敬するミスター・シュトレルニコフ、団体の一人が資料深さを重んじることは知っている。しかし正直に言うと、そんなもんどうでもいい。だってほら、たった一発すごく離れた場所から撃っただけでロン・トレビオの頭を撃ち抜いた芸術家様だ。ロシアの暗殺者はみんなそれぐらい上手いのか。そうは思わないよな。でもいいか、あんたの秘密は俺が守ってやるよ。レディ・ウィンター、以上。どれだけ犯罪者仲間がいるんだ。袖を。さてと、次の場所は。おっと、これはダイヤモンドシティ付近だな。ボストン公共図書館。こっから行こう。さあ、公共図書館にやってきたけど、ここら行って結構重たい上に敵も多いんだよな。今は大丈夫かな？大丈夫じゃない。グールが来た。近接だ。あーっと、これたまに近接武器が出てこないんだよな。出た。いや、ちょっと放射線量が。オッケー。ラットアウェイ持ってる、なぜか。ラットアウェイ使って、さあ、これか、向こうか。なんかまた別のとこでどこどこ行ってるけど。第8警察、待って、ラットロッチか。うわ、どう、伝説のラットロッチ。死んだ？殺し屋のレーザーアーマー、レアアイテム。ん、なんかすでにホロテープっぽいもの置いてあるけど、とりあえず端末を。これだね。
爆発してるけど。開けて、さあこれだ。6枚目。ロドリコ・パロマーで。オーケー、友よ。ファロンズの仕事のことだが、しばらく考えて結論が出た。似合うだけの分け前をやろう。ゼロドルだ。うん。何もやらない。確かに金庫は破った。確かにダイヤは手に入れた。しかし、アラームを作動させた。マッキーが捕まった。全部お前のせいだ。マッキーはもうすぐ出てくるが、そしたらお前に死んでほしがるだろうな。お前の取り分は代わりにあいつにやることにする。それくらいで済んで感謝しろ。エディ・ウィンター、以上。もうこんだけ証拠があれば十分だと思うんだけどな。さあ次はここ行っとくか。サウスボストン警察署。あ、だけどこっちもあるのか。さらに遠くなったな。こちらに行っとこう。見つけてない。こっちも見つけてない。となると、あ、全然見つかってないな、この辺。どちらも遠い。こっから行こう。クライコの野郎、レイダー。うわぁ、ちょっと待って。早々に、なんだこれ。早々にレイダーがいる。どこにいる？あ、たくさんいる。うん、当たるかな？当たった。おぉ、うわ、自分で燃え始めた。OK。ここのレーダーこの前倒せなかったっけな。上にいる。頭当たれ。 OK。 まだ生きてる。よいしょ。いらない。 OK。 倒して、この命乞いをする感じがスカイリムから全く変わっていない。敵の、またベルチバードがどっかでドンパチやってるな。で、上登って、方角はあっちか。ベルチバード、ベルチバードに運んでもらおうか。一回試しに呼んでみたことがあるんだけども、と言っても、ああ、でもあれか、一回行ったことがある場所じゃないと送れないんだっけ。それじゃあ無理だな。なんだ、なんだガンナーコマンダー、なんかすごいの持ってるよ。え、誰と誰が戦ってる。うん、あれ、これ敵だよね。頭、あ、硬いよ。クリティカル。オッケー。アート、こいつか。この、え、嘘嘘嘘嘘、99って出たよ一瞬。ではまだいる。これかガンマ銃。なんだろうこれ。レーザーピストル。まあいいか。ちょっとこっちの方までカットしよう。あと50メートルぐらい。敵がまだたくさんいそうだな、この辺。サーチライト動いてるし。
ちせざるを得ない。ここだもんね。サーチライトが動いてるけど、サーチライトこの警察署のやつか。開けて大丈夫だね。これか、サウスボストン警察署。さあ入った。で、おっと、あれはマネキンか。電話がたくさんあるのが助かる。エキスパート、エキスパートはニックでもできないんだよな。おい、あのターミナルを解除できそうか。よし、無理だったはず。これは手に負えないみたいだ。ダメだよな、ちょっと期待させるようなこと言ったけど。コードを破れない。な、僕も無理だし、こっち開けよう。さあ、弾がありそうだ。あ、違う違う違う、トリガーマン。さて、これだね。ウィンター、ホロテープは上の階か。あ、はい、武器これじゃない。あん、硬いよこのモングレル。オッケー、モングレルがいる。なんでこんなマネキンばっかりあるんだ。ん、おう、ラットロッチ平常取調室。ヤピン、これはレイダー。なんかボコボコになってるけど。さあ、ホロテープこれだね。7番、再生。バスターコナリエアで、モノレール建設プロジェクトの記事は良かったよ。天国のハイウェイ、悪魔が建設中。かわいいじゃないか。でも組織犯罪を信じすぎだ。複数のボストンのマフィアが一致団結して公共事業に出資するだって。おいおい、あいつらと晩飯を食ったことがないだろう。前菜を選ぶときでさえ言い合うような奴らだ。それに感情だって誰も払いたがらねえ。ボスたちが甘い蜜を舐めた。もちろんだ。でもお前が書いているようなレベルでは全くない。一つだけ合っていることはある。安全監査官のアリス・ランスキーは殺された。二度と見つけられないだろう。完全に処分したからな。バラシア・ビニー・バヌチがあのでかいレンチで脳みそをぐちゃぐちゃにした後、死体を塩酸につけて溶かしたよ。続報を書きな。凶器はバヌチの家のガレージの壁にぶら下がっているって警察に言うのも自由だ。プリンスストリート4番地にある。エディ・ウィンター。以上。4番地。さてと、あと3枚。ここと、とりあえず、あ、こっちにもある。あ、遠い。クインシー警察署、遠いですな。今はこの2つの地点か。さあ、じゃあ今回はここまでしようかな。まだちょっとホロテープ集めばっかりで、まあ行ったことない場所に行ってその辺を見れるのはちょっと面白いけど、次回のうちにいい加減ホロテープを全部集めたいな。じゃあ次回はまだ足を踏み入れてない場所の方面の警察署の場所に行ってホロテープを集めよう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。